アメリカ国立医学図書館は、アメリカ合衆国連邦政府の運営する、世界最大の医学図書館である。国立衛生研究所の一部門で、メリーランド州ベセスダに存在する。世界最古のものや希少価値の高いものも含めた医学、及び関連科学に関する700万冊以上の書籍、学術雑誌、技術報告書、写本、マイクロフィルム、写真、画像を所有している。 現在の図書館長は2016年以降、パトリシア・フラット・レイ・ブレナンが務めている。1879年以降、インデックスメドカスを発行してきた。これは約5000の雑誌の論文のガイドで毎月発行されていた。最後の印刷は2004年の12月であるが、現在はプブメドとしてメドラインの1960年代以降の1500万 を超える論文のリファレンスやアブストラクト、1950年代の150万のリファレンスとともにフリーアクセスで公開されている。また、国立生物工学情報センターを運営している。これは、分子生物学やバイオインフォマティクスの研究に用いられるデータベースの構築及び運営しており、インターネット上でフリーアクセスとして公開されており、オーントレイにて検索できる。 1836年、陸軍軍医送管局の一部門として設立された。1862年には、米軍病理学研究所及び、陸軍医学博物館が設立された。軍医送管局図書館及び、陸軍医学博物館はその歴史において、建物を共有していた。ジョン・ショー・ビリングスが館長を務めていた時期にあたる1866年から1887年には、 エイブラハムリン・カーンの暗殺後閉鎖されていた、フォード劇場を利用していた。1956年、図書館のコレクションは、フランク・ロジャースの尽力により、国防総省から保健福祉省の保健福祉省へと移され、国立医学図書館へと名称変更となった。フランク・ロジャースは1956年から1963年まで、図書館長を務めた。1962年に、 ベセスダの国立衛生研究所のキャンパス内の建物に移転した。ありがとうございます。